スベン・ヨナソンは、スウェーデン出身のサッカー選手、サッカー指導者。ポジションはフォワード。ヨナソンは、故郷の IK イミルでサッカーを始めると、1927年にIFエルフスボリに入団し、同年9月11日にリーグデビューをした。エルフスボリでは3度のリーグ優勝に貢献し、自身も得点王を2度獲得した。第二次世界大戦後の1946年に現役を引退したが、リーグ通算得点記録の252得点は2014年の時点において歴代最多記録となっている。スウェーデン代表としては1934年にイタリアで開催された 1934FIFA ワールドカップ、1938年にフランスで開催された 1938FIFA ワールドカップの2大会に出場するなど、国際 A マッチ42試合に出場し20得点を記録した。1934年大会では1回戦のアルゼンチン戦で2得点、1938年大会では3位、決定戦のブラジル戦で1得点を記録した。また、1936年にドイツで開催されたベルリンオリンピックにも出場したが、1回戦で日本に2-3で敗れた。引退後は指導者の道へ進み、1952年から1954年まで古巣のIFエルフスボリの監督を務めた。ありがとうございます。